はい、どうも皆さん、こんにちは。カブくんです。今日はですね、羽生選手ね、またお話ししていこうと思いますけれども、まあ、羽生選手、まるまるがね、大好きということで、まあ、解説の方をしていくんですが、その前にですね、まあ、羽生選手がまるまるが好きっていうね、答えにたどり着くためにはですね、まあ、観衆の要求が高すぎるとかね、まあ、こういった、一見ね、関係ないように見えることをね、まず最初にお話ししなければですね、そこにたどり着かないっていうところがありますので、まあ、どういうことだか非常に気になると思いますけれども、まあ、気になる方は最後まで見てみてください。はい。で、まずね、この順番から、観衆の要求が高すぎるね。あとで、まあ、免疫のお話もしますけども、ちょっとね、ユニークなお話をしていこうと思います。二つ目はね、まあ、トリプルジャンプですら難しいことを知るべき。これがですね、なんで丸々が、まあ、羽生くんがね、丸々が好きっていうところに関係あるのかって非常に面白いっていうところあるんですけど、これをね、2つお話ししなければ、丸々が好きっていうところに、ので、たどり着かないですね。はい。で、3つ目、羽生くんは、まあ、体力がないから終わったという人に物申すっていうことをお話ししてから、最後にね、丸々が好きっていうところの丸々の答え合わせをしていこうというふうに思います。はい。まず最初、観衆の要求が高すぎるんですよ、本当に。まあ、これはね、サーカスもそうです。そしてね、サーカスだけじゃなくて、皆さんがいつも持ってます、僕も持ってますけども、スマートフォン、これもそうです。それから、まあ、いろんな分野でそうですね、仕事でもそうです。そして食事もそうですけども、人というのはね、レベルを求めすぎちゃうんですね。で、今持ってるレベルがですね、今持っているレベルっていうのは10年前のレベルだったらものすごく感じるんですね。もしもあなたがですね、10年前、20年前に今いるとして、今のね、2020年の状況を、まあ、タイムマシンかなんかで見ますと、なんだこれはっていうふうに思うんですけども、実際に2020年に住んでる人からすると、まあ、スマートフォンっていうのは当たり前だし、まあ、それから、まあ、美味しい料理っていうか、まあ、料理じゃなくて、じゃあいいや、4G ですね。4G の通信機能なんていうのは普通だし、まあ、羽生選手はトリプルアクセルやってもそんなに難しいことじゃないって感じるわけなんですよ。で、あとは、まあ、今言ったような、まあ、さっき言ったような、そのサーカスですね。まあ、サーカスのレベルもどんどんレベルが上がっている。難しいことをやらなければいけない。本当は、死の直前までに、限界にやんないとですね、人に評価されない、もう本当に人のレベルっていうのは高すぎちゃうんですね。観衆の要求が高すぎるっていうところが、まあ、フィギュアスケートを、まあ、の分野でも非常にこう関わってくるんです。はい。で、本当に、まあ、言っちゃいますけど、4回転アクセルっていうのはですね、本当命の危険にさらされるくらい本当に危ないジャンプで、ちょっとでも軸が斜めになってしまうと、本当ね、すみません、もう言っちゃいますけども、頭からね、落ちてしまうぐらい、本当にそれだけすごいね、4回転半回るっていうのは難しいんです。2つ難しいことが4回転アクセルにはありまして、まずね、4回転半回るっていうこと。普通4回転回るんですけども、4回転半っていう中途半端な回転で回らなければいけないっていうことが1つ目と、アクセルジャンプの特性ですね。アクセルっていうのはもう、アクセル、車のアクセルを踏むかのように、あるいはこう、なんていうのかな、サッカーボールを蹴るように前の方にジャンプ飛んでいくんです。で、このジャンプの飛び方がですね、他のジャンプとは違ってですね、ユニークなジャンプの飛び方であるがゆえに難しくなっちゃうんですね。この軸が斜めになっちゃう。で、だから4回転半っていう難しさとともに、アクセルジャンプの飛び方の難しさとこの2つが融合してですね、非常にもう4回転半アクセルってめちゃくちゃやばいんです。本当に、大きな怪我のリスクを負ってしまうくらいって非常にね、難しい技なんですけども、これをやんなければいけない、4回転アクセルやんないけど、やんないとネイサン・チェンを倒せないとか、4回転アクセルやって当たり前とかね、そういうふうに言う人いるんですけども、すいません、申し訳ないけども、ちょっとそれはね、言い過ぎです、本当に。もうめちゃくちゃレベルが高すぎて、もう実はね、もっと言うとですね、まあ、後で解説しますけども、トリプルジャンプですら難しいんですよ、本当に。これ後で詳しくお話ししますけれども、もう観衆の要求がですね、まあ、本当年々ね、高くなってきてしまって、もう3回転なんてね、もう全然ね、もうフィギュアスケートの難しさ伝わらないです、本当に。もうただ普通に滑るだけでも難しいぐらいなんですから、まあ、そういった意味でね、まあ、本当にどんどん観衆のレベル要求がね、高くなっていくごとに、まあ、そのフィギュアスケートっていうのはですね、まあ、免疫がついてしまうっていうところがあります。最初にね、まあ、これをですね、まあ、4回転ジャンプがさほど難しいジャンプだと思わないっていう、まあ、難しいジャンプだと思わないって勘違いしてしまうっていうことです。
ですね、まあ、フィギュアスケート免疫っていうふうにこれ呼んでるんですね。はい。まあ、これも今言ったように、フィギュアスケートに限ったお話ではないですけれども、例えばね、レベルの高い技っていうのをやりすぎてしまって、それがマンネリ化してしまう、普通に感じてしまう、難しいはずの3回転ジャンプですら、愚か、まあ、4回転ルッツですね、4回転ルッツも、4回転ルッツも、すいません、4回転ルッツって平気で言ってますけども、めちゃくちゃ難しいですからね、本当にね。本当に笑いが出てしまうから難しいジャンプなんですよ、本当に。これがですね、まあ、トゥルスファとかね、女子でもできる選手出てきましたけども、今でもですね、めちゃくちゃ難しいジャンプなんですけども、これですらね、評価されないっていうね、もうどんだけ関心を求めるんだっていうふうに思いますけども、本当にね、本当すごいことなんですけども、どんどん難しいジャンプをやってしまって、それが普通になってしまって、マンネリ化してしまうことによる、マンネリ化してしまうことをですね、まあ、フィギュアスケート免疫っていうふうに呼んでるんです。まあ、サーカスと同じなんです。だから、サーカスとかもですね、まあ、サーカスの歴史とかも、まあ、どんどん、サーカスの中で、まあ、昔はですね、例えばボールをこう、3つのボールをこうやってさ、手でこういうふうになんか、投げてやるじゃないですか、3つのボールをね。それだけで評価された時代があったわけです。でも、今はどうですか？なんかこう、オートバイに乗ってぐるぐるこう、なんかボールの中をこう、なんていうのかな、こう、ボールみたいになってる、なんか、檻ですか？檻みたいなっていうところをこう、モーターでこう走り回ったりとかね、ブランコからブランコにこう飛び移るのも、ただ単にブランコからブランコに乗り移るんじゃなくて、そこにこう華麗な技を入れたりとかね、非常に難しい技のコンビネーションさせて、もう非常に難しい、それまでしなければですね、お客さんが満足しないから、サーカスにやってこないで、サーカスのお金は稼げないということになってきてしまって、どんどんレベルが上がりすぎて、命の危険にさらされる人が多くなってきてるんです、本当に。で、サーカスだけじゃなくて、まあ、皆さん知ってると思いますけども、中国のルーターね、まあ、死亡事故起きてますけれども、なんかこの塔のてっぺんに乗って、東京タワーみたいな、なんか東京タワーとかさ、なんかビルとかすごい高層ビルのなんか、アンテナの上に乗って、こう、スマートフォンをね、こうやって自撮りする人いますけども、ああいうあれで、ね、何度もあれで死んでる人いるんですけど、ああいうことをやらないとですね、 YouTube で儲かんないとかね、人は見てくれない、関心を引きつけられない、あるいはなんか綱渡りありますよね、綱渡り、なんかこう命綱なしで山から山にこう綱渡りする映像ありますよね。あれをやらなければ人が関心集められないっていう、もうこれね、本当に人のレベルどんどん上がってるんですよね。それを、まあ、普通としてしまう危険性っていうのがあるんで、それがですね、羽生君の4回転アクセルに、似てるものがあるんです。だから僕は警鐘を鳴らしてるんですよ、本当に。はい。まあ、大げさに聞こえてるかもしれませんけども、4回転アクセルってのは本当危険、命の危険っていうのが伴うくらい非常に難しい技なんで、まあ、4回転アクセルですら、4回転アクセルじゃなくて、4回転ルッツとかね、4回転ジャンプは愚かですね、トリプルジャンプも難しいっていうところを、まずはね、忘れてはいけないっていうところをね、皆様にお話ししていきたいなっていうふうに思います。はい。で、まあ、今言ったように、ね、レベルを上げることっていうのはマニフィックで、まあ、お客さんを引きつけることに確かになります。まあ、私たちもですね、一回こう難しい技を見てますと、他の選手っていうのは、なんかあれ、なんかちょっとレベルが低く見えてしまう、人と人を比べちゃうっていうのがありますので、まあ、どうしてもそのレベルがですね、まあ、人と気になってしまって、レベルの高いものっていうのを見てしまうっていうのがあるんですよね。まあ、だから、マンネリ化を達したらですね、まあ、死ぬほど限界までのレベルを求めて、まあ、達成したらマンネリ化してしまうっていうのを繰り返して、まあ、いわばもう本当に言っちゃいます。覚醒剤に似てます。もう、もうこういう言い方すると批判されますけども、覚醒剤とかね、薬も同じでですね、まあ、一回こう、まあ、最初はですね、もしかすると分かりませんけども、一回覚醒剤やったらですね、まあ、最初は興奮して、なんだこれはっていうのがあるかも分かりませんけども、それが今度普通になってしまう、普通になってしまう危険性ね、なんか本当に似てるんですよ、本当に。で、薬も同じで、なんかその風邪をひいたから薬を飲む、最初は治って、あ、薬っていいな、薬ってすごいねっていうのがあるんですけども、次からですね、風邪をひいたらすぐ薬を飲むようになりますよね。で、薬を飲んで、それが普通になっちゃう。ね、普通になってしまうから、もうちょっとしたことでね、薬を飲んでしまう。そして、実はね、菌もですね、菌にも免疫ってあります。皆さんにも免疫ありますけども、菌にも免疫ってあるんですよ。だからね、菌が免疫をつけるとですね、薬が効かなくなっちゃうんです。だから、このね、薬とね、菌とね、人間のね、攻防、この三角関係っていうのは面白くて、まあ、今度これお話しますけども、まあ、それは置いといて、まあ、そういったね、免疫っていうのは本当ついてしまうんですよ、人っていうのはね。だから、まあ、
まあ、薬が効かなくなるのにも似てるんです。本当にこれも大げさに言ってるんですけども、まあ、羽生選手、本当もうすごすぎるんですよ、本当に。4回転アクセルはおろかね、もうトリプルアクセルでは本当すごいんですよ、本当に。そう、だからまあ、そういった意味でですね、今の羽生君の状況はですね、4回転アクセルできねえじゃんとかね、なんか最近なんか全然ダメじゃんっていう人いますけどもね、うん、そういう人はね、本当に羽生選手のことね、もうすごいよって1万回言った方がいいです、本当に。はい。もう1万回ね、すごいって言ってから、まあ、4回転アクセルをね、させてあげてください、本当に。もう4回転アクセル危険ですからね。もうすでに羽生選手のレベルってのはめちゃくちゃ高いっていうのがありますので、今ね、羽生君が終わったとか言う人いますけども、うん、そういう人はもう一回ね、どっかにこう頭をぶつけるとかね、してね、考え方直してね、もう本当一生ね、もうそういうこと言わないようにした方がいいぐらいのレベルなんです、本当にね。それから笑い事じゃないです、本当にね、本当です。はい。なので、まあ2つ目に言ってますけども、トリプルジャンプですら難しいことを知るべきです、本当に。なんで僕がこんなに口酸っぱく言ってるかと言いますと、本当フィギュアスケートがね、始めにくくなってしまってるんです。逆なんですよ、本当に。ですね、レベルがね、あまりにも高すぎてしまって、危険なまでに行ってしまってですね、選手に逆にですね、なりたくないっていう人が増えちゃってるんです。フィギュアスケートとは未知の世界になってしまって、しまっていて、例えばさ、なんだっけ、スキーでなんか山からこのスキーで降りてきて、大回転、なんか大回転ってあるじゃないですか、大回転だっけ、なんかこう、すごいなんかこう、スキーでなんか山をこう降りてきて、いきなりこう、ジャンプ台にこう滑ってきて、上で空中でぐるぐる回って降りる技がありますよね。ちょっと名前わかりませんけども、なんかそういうやつに、それってなんかあまりにもレベルが高すぎて、命の危険にさらされるくらい非常に危険だからですね、選手になる人が少ないらしいんですね。で、フィギュアスケートもそういう、まあ、危険なスポーツになりつつあるっていうところがありまして、まあ、非常にね、スケートをやることは非常に、まあ、危険っていうふうになってしまってるっていうところがあるんです。フィギュアスケートイコール未知の世界になっちゃうんですね。だからこそね、トリプルジャンプでさ、難しいことを知るべきで、少しね、フィギュアスケートのレベルをむしろ落とした方がいいくらいなんですよ。高すぎてしまってね。そう。まあ、だからそういった意味で、まあ、4回転どうのこうの、4回転アクセルどうのこうのという話ありますけど、まずは3回転ジャンプですら難しいということを、これはまず知った上で4回転アクセルの話をした方がいいんですね。だから4回転アクセルをやるっていうのはですね、ものすごく、もう本当にもうすごいんですよ、本当にもうね。そう、もう何度も言います、もう何度も口酸っぱく言ってもですね、伝わらないので、もう何度も何度もね、次の動画でも言いますからね。はい。もう覚悟してください。4回転アクセルは難しいので、羽生君4回転アクセルやるのは普通とか、そういうことは言ってはいけないです、本当に。はい。もうね、じゃあもっと言いますけども、実はね、フィギュアスケートでトリプルジャンプができる選手っていうのはですね、いくら英才教育を小さいうちから頑張ったとしてもですね、1割に満たない現実ってこれ本当にあるんです。多分ね、皆さんもフィギュアスケートやってる方とかね、実際にこのフィギュアスケートで、まあ、練習をしたとか、そういう方はわかるかもしれませんけども、どれだけ練習をしてもですね、10人のうちに1人もね、3回転ジャンプができずにフィギュア界から去ってしまうという現実、これも目の当たりにしてる方結構いると思うんですよね。それだけですね、3回転ジャンプっていうのは本当に難しいんですよ。だから、まあ、4回転ジャンプはおろかですね、その3回転ジャンプ、もっと言うとね、ダブルアクセル、2回転半ができないで終わっていく人が多いです。でね、言っちゃうとね、2回転までは結構できるんですよ、本当に。なんだけども、2回転半からが本当に難しい。2回転半ができると、まあ、3回転ができる。で、3回転ができると、まあ、結構3回転の種類ができてくるので、そうすると、まあ、4回転もある程度できたりするっていうのがありますので、2回転半ができるかできないかっていうところが非常に大きな鍵なんです。ダブルアクセルができてくれば、まあ、トリプルサルコーができやすいっていうのがあるので、まずはなんていうのかな、そのレベルがね、もうダブルアクセルが、まあ、できない選手、できないで終わっていく人っていうのは、本当10人、10人って1人、もっとかな、30人って1人できるかできないかっていうレベルなんで、非常にね、トリプルジャンプで、トリプルジャンプはおろかですね、ダブルアクセル、2回転半ですら難しいってことをですね、まずはフィギュアスケート知っておくべきなんですね。はい。本当にそうなんです。だからね、ほとんど、まあ、フィギュアスケート界で言うと、まあ、小さい子供のうちからフィギュアスケートを始めた子も含めて、まあ、3回転ジャンプができずに、そのフィギュア界からね、フィギュア界から去ってしまっている人が本当に多いので、まあ、3回転ジャンプっていうのはどれだけね、フィギュアスケートで非常にこう、大きなね、鍵になってくるかっていうところが大事になってくるんですね。はい。まあね、もう本当こう言っちゃうとあれなんですけども、4回転アクセルをね、羽生くんね、羽生選手4回転アクセルどうのこうの言うのはですね、もうね、不謹慎レベルっていうふうに思ったりもします。それだけね、もうそれだけ本当に4回転アクセルっていうのは難しいことなんで、なんか羽生選手はもう4回転アクセルができないで終わったとか言う人いますけども、もうそれはね、不謹慎レベルです。もうどこかにですね、頭を軽くですね、軽くぶつけてですね、考え直した方がいいです。はい。
まあ、それが嫌な人はですね、アイスバケツチャレンジって、なんかこんな名前、こんな感じありましたよね。なんか、こんな、なんか、バケツの中に氷を入れて、なんか、頭の上からこう、バケツをね、振り下ろすって、なんかありましたよね。氷バーってかけて寒いやつありますよね。で、まあ、そういうやつをね、まあ、チャレンジしたりね、してですね、まあ、頭を一回、体をね、冷やして、まあ、考えた方がいいです。そうでもしないと、本当やばいです。羽生結弦のレベルがね、低いってなっちゃうんです。つまり、羽生くんの、まあ、今の状況がですね、普通になっちゃうけど、やばいんですよ。だからこそ、言ってるんです。だからこそ、僕は口酸っぱくですね、羽生選手の、まあ、4回転アクセルがなくても、4回転もうルッツとかね、もうそういうのなくてもですね、もうすでにすごいところまで行ってるっていうところをね、まあ、認識するって、しなければいけないっていうのがありますので、まあ、4回転アクセルがどうのとかね、羽生くんが終わったとかね、言ってる人はですね、1回、まあ、何でもいいんでね、まあ、ちょっと頭をコツンってやったりして、まあ、考え直していくっていうところが、まあ、大事かなっていうふうに思います。はい。で、こういうこと言うとですね、本当にやる人いるんですけども、嘘ですからね、どうなんですかね、これね、頭をね、ぶつけるっていうのは、危ないですので、やめてくださいよ。それから、まあ、アイスバケツチャレンジ、危ないですからね、やめてくださいね。はい、お願いいたします。はい、まあ、それを置いといて、次のお話いきたいと思います。はい。羽生結弦は体力がないから終わったという人に物申す。ですね、これなんでかって言ったらですね、まず羽生くんなんか喘息持ちだったそうなんです。これちょっと僕ね、詳しいことはわかりませんけども、もしもこれが本当だとしたらですね、羽生選手、ハンディキャップを持っているということなんですよね。結構ハンディキャップがあるってことなわけです。つまり何が言いたいかって言ったらですね、他の人よりも、まあ、不利な状況なわけなんですね。まあ、喘息があるっていうことは、まあ、喘息がスポーツ選手にあるってことはですね、体力の上では非常にこう、不利なわけですよ。やっぱりこう、ね、たくさんこう息を、まあ、吸って、まあ、やるわけですから、まあ、羽生選手、確かにね、まあ、フリーの演技終わった後に、で、ね、疲れた感じになっていることが結構多いので、まあ、結構他の選手に比べる体力の面で不安が多いのかなって思うんですけども、それがあるのにオリンピックで金メダル2度取れたっていうのは、こっちがやばいんです。つまり、普通の状態じゃない、つまり負けて当たり前の状態のところを勝っているっていうところはやばいわけなんですよ。つまり、まあ、何が言いたいかって言ったらですね、まあ、こういったね、まあ、なんかこの障害っていうか、そのなんだろう、まあ、喘息を持っててですね、まあ、他の人よりも不利な状況にもなっているにもかかわらず、他の選手が羽生君を勝たなければいけないのに、羽生君が勝っているっていうところがすごいんだから、羽生君はすごい勝てる、すごい勝てる、すごいくらいなんです、本当にね。そう。だからこそも言ってるんです。はい。で、まあね、もうこういうこと言うとあれなんですけど、だからもうちょっと、もう少しでね、まるまるっていうところに行き着きますけれども、羽生君はですね、もしかすると、もしこれ批判されますけども、天才じゃないかもしれません、ぶっちゃけます。天才じゃないかもしれないです。でもですね、これ逆に、なんで僕はね、羽生くんが天才じゃないって言ってるかと言いますとですね、羽生選手は天才って言う人多いんですよ。これね、良くないんですよ。なぜかって言ったらですね、羽生くんは天才だからできるっていう風になっちゃってるんですよ。わかりますか、言ってること。羽生くんは天才だからできる。これまずくないですか。なぜかって言ったら、じゃあ、私たちは天才じゃないからできないのが当たり前になっちゃうわけです。つまり、これはイコール、羽生くんって言えば、羽生くんはなんか天才だからできるんだよね。待って、お前天才だからできるんだよって、そういうことなわけですよ。それだとまずいわけです。そうじゃなくて、まあ、確かにフィギュアスケートは、才能がないと、まあ、難しい部分はあるんですけれども、実はですね、言っちゃいますけども、言っちゃいます。あんまり大きい声で言うとあれなんですけども、実はですね、羽生選手がちっちゃかった時にですね、他にね、天才、才能を持った人結構いたんですよ、ぶっちゃけ。本当に。名前は言いませんけども、なんだけども、今見ますとですね、ぶっちゃけ羽生君よりも成長するしそうな人いっぱいいたんですけども、そういう人がね、出てこないで、羽生君が成長できたっていうのはですね、天才だけじゃないんですね。それ以外のものも何かあるんです。だから、羽生君は天才だからできたんだよね、この3拍子じゃなくて、羽生君は確かに天才の部分もあるけれども、まあ、努力もあるし、他に努力だけじゃ足りないです。じゃあ、天才じゃなければ努力かって言ったら足りません。足りません。全然足りない。努力っていうのはですね、実は努力をしても報われない場合が多いんで、ぶっちゃけ言うとこっちが多いんですね。皆様も感じてる方多いと思います。で、僕もね、僕が本当それなんですよ。努力をしても、ね、報われない。努力をしてることすらね、他の人から見たら努力してないって言いますけど、僕なりにはね、一応努力はしてるんですけども、一応ね、頑張ったんだけども全然ね、報われないことがやっぱ多いわけ。これは皆さんもね、感じると思います。例えば恋愛とかもそうですよね。なんか好きな人ができて、
なんか好きな人、学校にとかね、会社に好きな人はいるんだけども、努力をしてもどうにもならないですよね。それに少し似てまして、努力ってしてもですね、報われない場合で結構多いんです。なんだけども、羽生選手はじゃあ何かと言いますと、努力でもなければ天才でもない。じゃあ何かと言いますと、死ぬほどフィギュアスケートが好きなんですよ。はい、ほんとこれです。やっぱりこれですね、死ぬほど好きかどうかっていうところが大事かというふうに思うんですよ。でね、どれだけ大事かって言ったら、これ言っちゃうとね、じゃあ僕はですね、じゃあ好きな人ができたら、その人のことを死ぬほど好きだよって言っちゃうじゃないですか。じゃあそれまずいですよね。死ぬほどその人が好きなのに報われないじゃないですか。じゃあこれじゃダメですよ。なぜかって言ったらですね、フィギュアスケートはね、承認欲求のもとで成り立たなくても OK だから、つまり何が言いたいかと言いますと、難しいんですけども、人に認められなくても、OK なものは OK なんですよ。つまり、じゃあ何が言いたいかと言いますと、今僕が言ったような、人のことを好きになるっていうのは、誰かがやっぱりいなければダメですよね。当たり前ですよね。例えば、じゃあ、僕が例えば、じゃあ、鈴木さんっていう人が好きだった場合ね、鈴木さんのことを、まあ、好きだったとしますね、僕がですね。で、その人が、鈴木さんがですね、そばにいなければダメですよね。ダメですよね、絶対にね。で、でもですね、死ぬほど好き、無人島に、行っても好きって書いてるんですけども、承認欲求がない、あっても、なんていうのかな、承認欲求が、ちょっと待ってください、ちょっと一回、落ち着きます。好きなものがあったときに、その好きなものが、僕、その好きなものがですね、実際に、人に認められることで OK なのか、つまり、人に認められることで、そのものを好きになれるかどうかっていうところを言ってはいけないっていうことです。つまり、皆様に認められることを、良しとするっていうことですね。だから、それだとまずいんですよ。例えば、フィギュアスケートで言ったら、みんながすごいなって言ってくれるから頑張れる。これダメです。これダメ。これダメ。これだとうまくなりません。本当ダメです。あとはですね、先生に褒められるから、勉強を頑張る。これダメです。これもダメです。そうじゃなくて、羽生君は死ぬほどフィギュアスケートが好き。どれくらいかと言いますと、無人島に行ってもフィギュアスケートをやれるレベルです。で、無人島に人を連れてくっていうのはダメです。好きな人を連れてくっていうのはダメです。好きな人、無人島には誰もいない、つまり無人って言ってるんですから、誰もいない、つまり人のことを愛することはできない状況です。この状況でもフィギュアスケートができるかって言ったら、羽生君イエスって答えると思います。お客さんがいない、つまりもう言っちゃいます。お客さんがいない、先生がいない、その状況でもフィギュアスケートが好きですか？イエスです。これにイエスと答えられるからこそ、羽生君はフィギュアスケートが好きっていうふうに言えて、フィギュアスケート上手くなれるんです。天才でもなく、努力でもなく、死ぬほどにフィギュアスケートが好きだから、どれくらい好きかって言ったら、無人島に行ってもフィギュアスケートやれるレベル、つまり承認欲求がなくてもできるっていう、そういうことなんです。はい。で、まあ、これがですね、一番パッション、つまり情熱をフィギュアスケートに注ぐことができるっていうことがなんですね。で、こういうこと言うとですね、なんか無人島って氷がないからできないじゃんっていう人いるんですけども、それは置いといて、それは置いときます。まあ、確かに合ってます、合ってます。無人島に氷がなかったらフィギュアスケートできないんで、まあ、確かに合ってるなと思うんですけども、それは置いといて、まあ、死ぬほどフィギュアスケートが好きだから、パッションがあるね。パッションがあって、本当にもう情熱を注げるからこそ、フィギュアスケートが上手くなったというところ本当にあるんですね。でね、やっぱりね、天才、OK、天才 OK です。で、努力 OK です。で、努力、天才っていうのは、もしも努力で天才だったらですね、もうできるんですけど、ここにね、パッションがないと無理なんですよ。パッションがないと、情熱がないと。ね、やっぱりね、この情熱がないと無理なんですね。どんなにこう好きでして、どんなに努力をしても、どんなに、天才だとしてもですね、パッションがなければいけないんですよ。情熱がなければ。で、承認欲求を除く情熱がないからダメなんです。承認欲求の元で頑張れるっていうのは、ね、足りないです。情熱足りない。そうじゃなくて、誰も見てくんない、誰も私のこと好きって言ってくんない、この状況でもそれが好きですか？無人島に行ってもあなたはそれが好きですかって言って、答えがイエスだったら、もうこれは完全にあなたのそれは天職であり、そして情熱を注げるものでもあるわけです。これはね、いつも僕にも言ってます。でもね、僕もね、自分のね、手をね、心に当てて考えるんですけども、なんかね、やっぱりね、なんていうのかな、そういうものって結構少ないですね。やっぱりね、
なんだろう、誰かに認められたりして、まあ、誰かお金をもらったりするからできるっていうのはね、もうこれやっぱあるわけですよ、普通に生きていく中にはね。だってお金稼がなければ生きていけないから。でも、そうじゃなくて、本当にね、もう死んでもいいと、もうそれぐらいの情熱っていうのがあることによって、もう、やっぱりね、物事っていうのはもう頑張ったりする、まあ努力できたりするっていうのはあると思うんで、まあ努力、天才っていうのは少なくても OK。まあ、フィギュアスケートはでも天才じゃないとダメってのあるので、まあ才能ちょっと、努力ちょっと、それ以上に情熱もいっぱいですね。これはね、フィギュアスケートには非常に大切っていうことが分かったっていうことなんで、まるまるには、羽生選手はフィギュアスケートが好きっていうところになるんですね。はい、非常にね、簡単かと思いますけれども、こういったお話をしなければ、ここまでこういったいろいろ話してきましたけども、まあ、羽生君でめちゃくちゃすごいところまで行っちゃったってあるんですけども、このめちゃくちゃすごいところまで行ったっていうのは、フィギュアスケートを無人島に持っていきたくなるくらい好きだっていう、それを言いたかったんです。はい、それを言いたかったがためにね、こういうお話をしてきたわけなんですね。はい、まあちょっと今日はね、話長くなってしまいましたけれども、どこまで伝わったか分かりません。途中でね、ちょっとカミカミになってしまったところもありますし、頭回んなかったところもありますけれども、ハリクの実をこれからも伝えていきたいと思います。はい、それではね、今日はこれ以上になります。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。